続きまして名称ボーラーでございます。待機シャトル母ナインズレイザー、母の父ストームキャットです。競争成績は19戦7勝フェブラリーステークスをレコード勝ち、芝ではデイリー杯を優勝、2歳児は朝日杯で2着クラシック初戦皐月賞で3着、芝ダート問わずにスピードを生かして活躍いたしましたが、3区にもその特徴は受け継がれており、マイル以下のレースを中心にコンスタントに活躍場を輩出しています。今年で21歳を迎えましたが、まだまだ元気いっぱいですし、3区も頑張っています。昨年は名勝オーパス、天候リジエルがオープンクラスで優勝、北のビジョンは東京ダート 2100m の14区も優勝、長距離に適性を示す3区も輩出しています。ネタ根付け料は今シーズンより出生条件のみの30万円となっております。どうぞよろしくお願いいたします。